三間寿司三間寿司は、三間を用いた押し寿司で、三重県の島半島から、和歌山県に至る熊野灘沿岸一帯、奈良県戸塚村や奈良県旧大東村で食べられる。主に、祝いごと、祭りなどの際に作られる、郷土料理である。三間を開きにし、軽く塩漬けする。三間が一本丸ごと入る、長方形の枠の中に酢飯を入れ、 その上に開きにしたサンマを頭をつけたまま乗せて押したもので押し寿司の一種である。サンマを開きは背から開くもの、腹から開くものと地方により異なる。新宮市などではこれを専門に販売する寿司店が何件も存在する。サンマの香り付けには柚子、大イ蛇腹などが用いられる。薬味にはレンゲ酒が添えられる場合が多い。 特急南紀の車内販売や新宮駅などで駅弁にもなっていたが、業者の撤退や車内販売の縮小により、平成29年秋、現在、JR の駅弁として売られているのは、金勝浦駅改札外に売店を構えるもののみとなっている。なお、同地方には米飯にサンマをつけて発行させたなれ寿司もあり、これも特産品となっている。おそらく期限としては、 こちらの方が古いのではないかと考えられる。中には30年以上発酵させたものを販売している寿司店もある。こうなると飯も魚も全く原型を止めておらず上々になっている。山間部では重要なタンパク源であり、塩漬けされたサンマを使用し、最低3ヶ月から1年後に食すことが多い。前者は、 作産利用の早寿司校舎は、乳酸発酵による慣れ寿司に分類される。三重県熊野市の三殿神社で1月10日に行われる霊祭の後の名らいで出される三間の寿司が三間寿司の原型であるとして、熊野市の三間寿司保存会が1月10日を三間寿司の日としている。ありがとうございます。